Çürütülür bir şey anlasın. Allah'ın adı. ليش عم تبكي انت يا عم؟ مش عنا هبنا قدر بيوتنا نهبي ما عنا شيء للبيس والله العظيم هدلكم بيوتكم؟ هدلكم كلي ما عنا شيء يا لك يا رد لك يا الله اكبر طول بالك يلا شيلوا شيلوا يا روحي شيلوا طول بالك As to the last judgment, in Christian theology, it is a final and eternal judgment by God of the people in every nation, resulting in the glorification of some and the punishment of others. But we are humans who are always forced to choose a way to go, aren't we? キリスト教の教義によれば、最後の審判は神による最終かつ永遠の審判ということになります。その結果、ある人たちにとっては栄光、またある人たちにとっては罰という結果をもたらすそうです。が、人間はその都度、善と悪の間をさまよい、そして常に迷い、選択しながら生きていくものではないでしょうか。もし、最後の審判があるとするなら、それは神による裁断ではなく、人間自身が自ら決めるものではないでしょうか。その結果として、人間が人類滅亡の道を選んだとしても、つまりアルマゲドンになったとしても、それは人間自らの業によるものではないでしょうか。このところ毎晩のようにアンドレ・リューの演奏を聞きながら、私はそんなことを考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。
で、アンドレ・リューということになります。で、私はですね、アンドレ・リューの演奏をですね、動画で見ているときに、どの会場もですね、同じような、まあ、舞台演出が なされているということに気がつきました。そしてですね、舞台の上、中央にですね、アポロ像が、まあ、掘ってあると言いますか、書いてあることに気がつきました。で、まあ、全世界同じような、まあ、会場で、アンドレ・リューは演奏してるんですけどもね、これは、まあ、意図的なもの、すなわち、何らかのね、宗教的な目的を持って、まあ、そのようにしてるかどうかということは、わかりませんけども、まあ、アポロということになりますとね、ミトラ。ミトライコールフリーメイソンへの流れと繋がっていきますから、まあ、当然、まあ、アンドレ・リューはフリーメイソンを意識しているということにもなるわけです。まあ、このようにですね、まあ、あちこちの舞台を並べていますと、中央にですね、アポロ像が飾ってあるのがわかりますか？一番下のはわかりやすいですけどもね、この中央にアポロ像が飾ってあります。で、アポロ像、まあ、後で、アポロの顔とね、ミトラの顔を比較していただきますけども、同じであると。で、左がですね、これがギリシャ彫刻の、まあ、アポロ像です。同じですね。なあち、アンドレ・リューはですね、どの会場でも、まあどの、まあ、全てじゃありませんけどもね、会場で、まあ、このようなアポロ像を飾っているということになります。まあ、何らかの宗教的な目的があったと考えてもおかしくないですね。というのはですね、モーツァルトもベートーベンも同じようなやり方で、まあ、自分の思想を音楽の中に織り込みました。例えばモーツァルトはですね、魔笛の中で、まあ、痛烈に、まあ、ローマンカトリックを批判してますよね。まあマリアをですね、夜の女王と仕立て、そして、ザラスストラをサラストラというふうに名前を書いてですね、舞台はエジプトですけどもね、いわゆる痛烈に、まあ、敵の中でローマンカトリックを批評しております。同じようにベートーベンもですね、シラーがですね、プリメイソンのドレスデン大会のために作者詩をですね、大工の中に織り込んで、まあ、痛烈に、まあ、ローマンカトリックを批判しているわけです。エリジウムというね、いわゆるギリシャ神話でいう理想郷、の言葉も出てきますね。理想郷、エリジウムという言葉もね。それから、アルマゲドンの時には二つの太陽が現れるということは、まあ、古来より言われております。まあ、ゾラスター教でも二つの太陽という言葉を使ってますし、まあ、旧約聖書の中にも二つの太陽という言葉が出てきます。なあち、二つの太陽が出てきてですね、人類はですね、まあ、最後の時を迎えると。で、その時に最後の審判を受けて、善人は天に昇り、そして、まあ、悪人は、底なしの穴へと落とされるって、まあ、そういう話なんですね。で、そのことをマラキ書に書いてあるわけです。まあ、旧約聖書は最後の書と言われてますけども、その中に、まあ、二つの太陽が現れると。一つは、まあ、正義の太陽であると。いわゆる、まあ、人間にね、祭壇を下す、まあ、正義の太陽であるというふうに、まあ、マラキ書の中には書いてあるわけです。まあ、ここで、こういうふうに二つの太陽という言葉が出てくるわけです。で、ノストラダムスもやっぱり同じように、二つの太陽という言葉を使っています。まあ、予言書と言っていいかどうかわかりませんけどもね。まあ、ともかくも、ノストラダムス残した書物の中には、二つの太陽という言葉がやっぱり出てくるわけですよね。で、まあ、やっぱりハルマゲンドのことを述べてるんだろうと思います。で、まあ、その中でもですね、原文をちょっと取り寄せっていうのを探してみました。これがフランス語からの原文ですけども、two sounds appearing、 二つの太陽が現れてっていうふうに書いてありますよね。で、まあこれは原文ですけども、これはノストラダムスのまあ書いたもののフランス語ですけどもね、もともとは。それをまあ英語に訳したものをさらに訳してみました。このようにまあ、二つの太陽と、ハルマゲドンとは関係があるということになりますけども、二つの太陽ということになりますよね。直近では、最近調べた中では、やっぱり、オリオン座のベテルギウスということになるわけです。で、このベテルギウスがですね、まあ、太陽の直径の1000倍ありますからね、体積比にして1億倍ですから。で、これが爆発しますと、やはり地上で見ていると、まあ、二つの太陽に見えるのかな、ということもなるわけです。まあ、かなり大きな爆発になるみたいですね。まあ、すでに爆発している、まあ、光がまだ地球に到達してませんからね。まだわかりませんけども、まあ、すでに爆発しているという説もあります。まあ、このように爆発している可能性もあるというわけですね。で、それに対してですね、アメリカの科学者がですね、まあ、明るくても満月程度であると。でから、点として見える程度であると。で、今すぐ起きるわけじゃない。で、東京大学の教授もですね、全く同じことを言ってますので、明るさは最低でも満月と同等、それからまあ、明るくなっても満月程度であると。まあ、ですから、二つの太陽とまではいかないんじゃないのかなと思いますがね。ベテルギウスは爆発してもですね。で、ハルマゲドンの話をしますと、これが、テルメジッドのまあ遺跡ですね。まあ、ここからまあ、ハルマゲドンということは生まれたんですけども、まあ、ハルマゲドン、
によってですね、人類はまあ最後の時を迎える。そしてまあ善人は天国行き、まあ悪人はですね、先ほど繰り返しになりますけども、底なしの穴へと落ちていくと。まあ、なんとも恐ろしい話ですね。本当になるかな、あるのかないのかわかりません。がしかしまあ人間はですね、自らの選択をですね、自らするようになりましたから、まあ、結局それが間違っているとか正しいとかということじゃなくて、まあ、人間の未来を決めるのは私は人間自身だというふうに考えています。で、これはミケランジェロの最後の審判ですね。システーナ礼拝堂の壁画ってことになるでしょうか。で、これは時計回りにぐるっと回って、そして審判を受けて、で、悪人は地獄へ落ちていくって言うんですけども、当然下の方には、まあ、悪魔ってますかね、地獄の様子が書いてあるということになります。まあ、なんとも恐ろしい話ですね。まあそれ以上のことは私には何とも言えませんけどもね。まあ要するに、まあ神の祭壇を受けるとしてもですね、それは人間自身が自ら決めていくことではないのかなというのを私は考えています。なあち、選択をしない、しながら、それで迷いながら、そしてまあ、たとえね、春マゲドになったとしても、それは人間の業がですね、業ですね、まさに、仏教でいう業がですね、自ら招いた罪ということになるのではないでしょうか。で、まあ、そういうハルマゲドンだったんで、まあ、もう一度検証してみますとですね、そうしますと、アンドレ・リューっていう人はですね、何かしらこう、何かの目的を持って演奏活動をしているというふうにも考えられなくはないわけですね。それは、モーツァルト、ベートーベンの例をちょっと挙げましたけども、他にもたくさんそういった例があります。まあ、そういった意味ではね、人間の心を、まあ、なんて言いますか、啓蒙していくという意味においてはね、まあ、音楽というのは、まあ、最も最適な方法ということになるのではないでしょうか。というふうに、まあ、そこまでね、アンドリー・リューが考えているかどうかわかりませんけども、まあ、結果としてみますと、その程度の効果は十分も発揮してますよね。で、これがアポロであると。アポロイコール、まあ、ミトラであることは今、ここから証明しますけども、左がアポロ像ですよね。で、右がギリシャ彫刻のミトラ像ということになります。で、髪の毛帽子を取って、比較していただきたいんですけども、やや傾きが違いますから、ちょっと、全く同じっていう雰囲気でもないんですけど、まあ、ともかくも比較してみますと、まあ、普通この顔を2つ見たらですね、同じ人だって皆さん思いますよね。まあ、そういった意味で、この2つの像は同じです。すなわち、ギリシャ彫刻というのはですね、まあ、神々の世界の神々のね、歴史を立体彫刻という形で表した、まあ、歴史書であるというのが、林浩司私の説ということになります。すなわち、ミトライコールアポロ、アポリコールミトラということになるわけです。すなわち、アポロ像を飾っているということはですね、ミトラ教、すなわち、その流れの中で、まあ、当然、フリーメイソンへと繋がっていくわけです。そのことを今、これ表しますと、一番上が、アフラマルザ、そしてザラストラ、ミトラへと繋がっていくわけです。そして一方、シャーマー氏とイシュタールが組んでキリスト教を立ち上げると。まあ、対立関係に入るわけですね。そして、左の方がフリーメイソンになって、右の方がローマンカトリックへと繋がっていく。その流れの中で、モーツァルト、ベートーベンが活躍するわけですね。そして、その左の流れが、まあ、アンドリュー・リューに繋がっている可能性もあるということになりますけども、しかし、まあ、どちらが正しいとか間違っているとかという、そういう判断はしてはいけないと思いますね。善と悪というのは常に混在して、私は人間の世界を包んでますからね。そして、個人個人を包んでいますよね。で、まあ、そういった目でアンドリュー・リューをね、見ていただくと、まあ、何かしら、こう、なんて言いますかね、その向こうに別の大きな流れがあるように私は感じますが、いかがでしょうか。つまりですね、アンドレ・リューも含めてですけども、人間がそれを意識しているかどうかということは別にしてですね、いわゆるまあ大国の昔から続いている2つの勢力の対立構造が、今の今もですね、音楽を通して続いているのではないかというふうに私は感じました。どちらが正しいとか間違っているとかということを言っているわけではありませんよ。ただ、今人間はですね、大きな岐路といいますか、選択の時を迎えつつあるのではないかというふうにも感じました。続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now.